ヒエロスがモス、または、ヒエロガミーは、聖なる結婚を意味するギリシア語由来の言葉で、新婚、聖婚、聖体婚姻とも言う。聖婚は、神話や儀礼などに見られる男女、二神の皇后や神と人の婚姻のモチーフである。創世神話において、世界の創造をもたらした天の神と、地母神の交わり、法上をもたらす拝神と女神、または、神と人の結婚を模倣した。 最期、中世ヨーロッパにおいて、修道所が神の花嫁と呼ばれたこと、などが、聖婚の例として挙げられる。語源はギリシャ語で、ヒエロスイコールホーリー、ガモスイコールマリッチ、カプリング。聖婚は、象徴的な意味を持つ古代の儀式であり、一般的に春に行われる。これは、冬が、生命活動に乏しく、死を象徴するため、 春はそれからのよみがえりと考えられたことによるもので、死と再生の儀式の一環である。多くの場合参加者は、儀式の対象となる神と交信し、自身が神の属性を帯び、そして彼らが結婚することによって、彼ら自身と彼らの土地、そして彼らの民と都市国家の利益のために、象徴的かつ文字通りの法上がもたらされるよう、記念した。この儀式は、 宗教の主権者と神殿娼婦によってしばしば実施されていた。いくつかの事例、例えば、シュメールの都市国家の王と天の女王とされる女神、イナンナの女祭司との間で行われる神聖な結婚については、これは実際的な目的に叶った儀式であった。というのは、一般の人々は自分たちが配偶者と成功をする際によくこの機会を利用していたが、それは、 子供が冬に生まれるように調整するためでもあった。その時期には赤ん坊の世話をする十分な時間を確保できたためである。性婚が現代でも実行されている例としては、ウイカが挙げられる。その儀式において参加者はグレート・ライトと呼ばれる性行為をする。ほとんどの場合ベルティーンの夜5月1日に行われるこの儀式では、 お神を体現する男性と女神を体現する女性とが成功し恋人同士たる二神の交わりとユールに生まれるであろう新しい神の解任とを祝う。それは本質的には法上儀礼であり、秋に結実するであろう、主を母なる大地に巻くということを象徴させる意図が込められている。グレートライトはウイッカ及び新異教主義の内部では、 純粋に象徴的な意味でなされることの方が多い。その場合、儀式用の探検を逆きに突き入れることで、成婚の神聖なる和合を象徴させる。この象徴的儀礼は、サバトとエスバトにおいてよく行われる。グレートライト、ザ・カートゥーン・ヒストリー・オブ・ザ・ユニバース、フロム・ザ・ビッグ・バンツー、アレクサンドル・ザ・グレート、ダブル・デイ、 368-ISBN0393324036 ありがとうございます。